シャイローの戦いは、南北戦争初期の1862年4月6日から7日に、西部戦線テネシー州南西部で行われた大きな戦いである。アルバート・ジョンストン将軍と PGT ボーリガード将軍が指揮する南軍が、ユリシーズ・グラント少将の指揮する北軍に吸収をかけ、敗北寸前まで追い込んだ。戦闘の1日目、南軍は、 グラントのテネシー軍が、ドンカルロスビューエル少将のオハイオ軍と合流する、前に叩いてしまうことを期待して、テネシー側から、北軍の守備隊を遠ざけ西のオールクリークの沼地に、追いやろうという意図で攻撃を仕掛けた。南軍の前線が激しい戦闘の間に混乱し、その間に、グラントの兵士は、北東のピッツバーグランディングの方向に交代した。ホーネッツネストと、 あだなされるややくぼんだ道路に陣取った、ベンジャミニエムプレンティスと WHL オレス各巡将の師団が防御し、北軍が数多い大砲列の保護のもとに安定を取り戻す、貴重な時間を得た。ジョンストン将軍は1日目の戦闘中に戦死し、副司令だったボーリガードがその夜に、北軍最後の陣地に対する攻撃を決断した。 その夜にビューエル将軍の援軍が到着し、翌朝には流れが変わった。ビューエルとグラントは前線にわたる反撃に転じた。この時までのアメリカ史で最も流血の多い戦闘の後で、南軍は退却を強いられ、ミシシッピ州北部への北軍侵入を食い止めるという望みが立たれた。南軍は1862年2月に、 ヘンリートリデとドネルソントリデを失った後で、アルバート・ジョンストン将軍はその軍を再編するために、テネシー州西部、ミシシッピ州北部を呼び、アラバマ州に退いた。3月初め、これに反応した北軍の西部戦線司令官、ヘンリー・ハレック少将は、グラントとその西テネシー軍にテネシー川を登って、侵略するよう命じた。グラントがハレックから受けた命令では、 ナッシュビルから進軍してくる、ビューエルのオハイオ軍と合流し、南に進んで、南軍の生命線であるミシシッピ川、流域、テネシー州、メンフィスを呼び、バージニア州リッチモンドを結ぶ、メンフィスチャールストン鉄道をつかむための、共同攻撃をかけるというものだった。グラント軍は6個師団からなる総勢48,894名だった。師団指揮官は、 ジョン・ A ・マクラーアナンド・トルー・ウォーレス各少将、W ・ H ・ L ・ウォーレス、スティーブン・ A ・ハールバット、ウィリアム・シャーマンを呼び、ベンジャミン・ M ・プレンティス各准将だった。師団の内心師団は、テネシー側西のオネに宿営した。グラントは、この戦争の間、敵の作戦よりも、自分の作戦に強い関心があるという評判が、できていた。ピッツバーグランディングにある、その宿営は、 そのような関心の欠如を最も象徴するものを示していた。その部隊は野営の形に、多くは、ャイローという木製の小さな教会の周りで広がり、ビューエル軍を待ちながら、多くの未熟な兵士に訓練を施して、時を過ごし、残酷や、その他防御のための手段に気づいてもいない様子だった。グラントは、その自助伝で、残酷に、 考えが及ばないことに対する批判に応えて、この他に、私、士官を呼び、兵士の軍隊は、ピーク、ショベルを呼び、斧で経験するよりも多くの訓練、演習を必要とした。これらすべての状況の下で私は、演習や訓練が防災化の作業よりも兵士に、有益であると結論付けた。ルーウォーレスの師団は5マイル下流のクランプズランディングに、降り、 南軍が川向きの砲台を設置することを妨害し、ベスル駅で鉄道線を攻撃することを意図した配置だった。ビューエル軍の総勢は17,918名であり、戦闘の夜には、シャイローへの長い工程にあった。その四個師団は、アレクサンダー・マクック、ウィリアム・ブル、ネルソン、トマス・ウェル・クリッテンデン及び、トマス・ジェウッド各巡将が率いた。 1862年初期の西部戦線南軍北軍南軍側では、ジョンストンがその新しく結成した軍隊をミシシッピ軍と名付けた。ジョンストンは、グラントの陣地から約20マイル南西のミシシッピ州、コリンス周辺におよそ5万5千名の部隊を集結させた。この中で四万百九十九名が四月三日にコリンスを立ち、 ビューエル軍が参入する前に、グラント軍を吸収することを期待していた。この軍隊は大きく4個軍団に編成された。指揮官は以下の通りだった。戦闘の前夜、グラント軍とジョンストン軍はほぼ拮抗する勢力だったが、南軍は三段銃、古い型の格好マスケット銃、さらには槍まであるという古い武器で装備しているに過ぎなかった。 彼らはほとんど戦闘の経験もないままに戦場に到着した。ペンサコーラやモービルから来たブラックストーンブラッグの兵士が最も訓練されていた。グラント軍にはドネルソン取りで戦闘を経験した不評連隊が62個のうち32個あった。その砲兵隊の半分や騎兵隊の大半は戦闘の古参兵だった。ジョンストーン軍の副司令はボーリガードだった。 ボーリガードは、グラント軍を攻撃しないよう勧めた。後軍の音や、南軍病が2日続きの雨の後でライフルを失射する音が、吸収の価値を下げるのではないかと、心配した。ジョンストンは、ボーリガードの忠告を拒み、敵が100万でも攻撃すると伝えた。ボーリガードの根拠のある心配にもかかわらず、北軍は南軍が近づいている音を聞き取ることがなく、 3マイル、離れた敵の宿泳地の動きを何の気もなく気づかないままだった。明日の戦闘では武器の使い方を知っている我々と同じ地の西部の男たちと戦うことになる。戦いは捨て身のものになるだろう。PGT ボーリガードジョンストンの作戦は、グラント軍の左翼を襲い、北軍の陸軍とテネシー川の砲艦の支援等、 分離し、西のスネーククリークやオールクリークの沼地に追い込んで、そこで全滅させるというものだった。ジョンストンのグラントに対する攻撃は、当初4月4日に予定されていたが、48時間、遅れた。その結果、再度、ボーリガードは吸収の効果が失われるのを恐れ、コリンスへの交代を進めた。しかし、ジョンストンはこの時も撤退を考えることを拒んだ。 シャイローの戦いの地図、4月6日朝4月6日午前6時、ジョンストン軍はコリンス道路にまたがって戦闘配置に着いた。実際にこの軍隊は北軍宿営地からちょうど2マイル離れて夜通し見破られないように戦闘体系で露営して過ごした。その接近と夜明けの突撃はほとんどありとある戦略と戦術の吸収を成功させた。北軍は 早期警戒のための保証を事実上立てていなかった。グラントは4月5日の夜にハレックに当てて電報を打ち、私は我が軍が攻撃されるという考えはほんの少しもないが、そのようなことが起こった場合に備えておくだろう。と伝えた。グラントの準備の程度は言っていたほどではないことが分かった。グラント軍宿営地の中で、 古参指揮官であるシャーマンは南軍が近くにいるとは思わなかった。シャーマンは南からの攻撃可能性を軽視し、ジョンストン軍は西のテネシー州パーディの方角から攻撃をかけてくると予測した。その朝早く、ベンジャミン・エム・プレンティスは偵察のために第25ミズーリー風評連隊を派遣しており、午前5時15分に南軍の全勝部隊と交戦した。 活発な戦いで北軍がいくらか良い配置につくことの助けにはなったが、北軍の指揮官僧は適切な備えができていなかった。ジョンストンとボーリガードが統一された戦闘計画を持っていなかったので、南軍部隊の混乱した並びが攻撃の効果を減らすことになった。ジョンストンはアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスに当てて、攻撃は次のようになると電報を打った。 ポークが左翼、ブラッグが中央、ハーディが右翼で、ブレッキンリッジが予備隊となる。その戦略は、北軍が供給線と対路でもあるテネシー川に達するのを防ぐ、ためにその右翼から攻撃させることだった。ジョンストンは、ボーリガードに後方に残って、兵士や必要になる物資を指導するよう指示し、自分は馬に乗って前線に行き、戦う兵士を指揮した。 このことは実質的に戦闘全体の指揮を考え方の異なるボーリガードに譲ったことになり、ボーリガードは単純に3波で攻撃して北軍をまっすぐテネシー側に押し込むと考えていた。ハーディとブラッグの軍団はその手段を横一列で約3マイルの幅で攻撃を始めた。これらの部隊が前進すると混ざり合い制御が難しくなった。 軍団指揮官たちが呼びたいなくして、応隊で攻撃した。大砲は、突破を効果的にするための集中ができなかった。午前7時半頃、ボーリガードは、後方にいる、その位置からポークとブレッキンリッジの軍団入浴と、左翼からの前進を命じ、その効果を薄めさせた。このために、その攻撃は横一線体系による、正面攻撃の様相になり、 成功するために必要な厚みも重みも欠けていた。現代の意味での指揮と制御は、最初の攻撃の開始時点から失われた。南軍の攻撃は、多少の欠点はあったものの恐ろしいものであり、グラントの新しい軍隊で、経験のない多くの兵士は逃げ場を求めて、テネシー側まで逃亡した。他の者は、よく戦ったが、強い圧力で後退を強いられ、 新しい防御線を作ろうと試みた。多くの連隊は完全にバラバラにされた。戦場に残された中隊や藩は自ら他の指揮のもとに入った。この時間帯に戦闘に対する備えを無視してきていた。シャーマンが戦闘の最も重要な役割を果たすようになった。シャーマンはその前線のどこにでも現れて、 最初の攻撃で両軍に驚くべき損失が出て、いたにもかかわらず、敵の攻撃に抵抗するよう未熟な新兵たちを、拳し続けた。二箇所に軽い傷を受け、乗っていた馬は三頭も、銃で撃たれた。歴史家のジェームズ・ M ・マクファーソンは、この戦闘が、シャーマンの人生にとって、展開点となり、北軍でも結出した将軍の一人になることになったと言っている。 シャーマンの師団は最初の攻撃の矛先となり、その陣地に激しい砲火が及び、右翼は崩壊していたにもかかわらず、ガンとして戦い続けた。北軍は徐々に地方を失い、シャイロー協会の後に交代した。マクラーナンドの師団は一時的にその陣地を安定させた。しかし、全体的にジョンストン軍が正午まで着実に前進を続け、 北軍の陣地を一つずつ剥がしていった。グラント将軍はその朝、約10マイル下流のテネシー州サバンナにいた砲艦に乗っていた。4月4日に乗っていた馬が倒れ彼の体を下敷きにしたために怪我をしていた。戦闘の日は回復しつつあったが、松葉杖がなければ動けなかった。グラントは砲声を聞くと戦場に駆けつけ、午前8時半頃に到着した。 グラントは、夢中になって、近くにいた援軍を寄せ集めた。川向こうの上陸点にいたブルネルソンの師団、クランプズランディングにいたルー・ウォーレスの師団などだった。しかし、これら予備隊が急速に戦場に到着することは、なかった。これは、ウォーレスの判断のためだったと言われている。ウォーレスの部隊は、北軍前線の後方。 ストーニー・ロンサムと呼ばれる場所にあるクランプズ・ランディング近くに予備隊として置かれていた。南軍の出現にグラントはウォーレスに対してシャーマンを支援するよう部隊を動かせと命令を送った。ウォーレスはグラントが意図した航路とは異なる道を選んだ。ウォーレスはその行軍の目的地に到着してシャーマン軍が後退を強いられ、 ウォーレスが考えていた場所にはもはやいないという事実を見出した。さらに戦線がはるか向こうに動いて、ウォーレス隊は前進する南軍の後方に出てしまったことが分かった。グラントから、ウォーレス隊はどこにいて、なぜ北軍が陣を構えている、ピッツバーグランディングに来ないのか不思議がっているという伝令が届いた。ウォーレスは混乱した。ウォーレスは、 彼がその時いた場所から攻撃をかけることができ、南軍を後から叩けると考えた。戦後、ウォーレスは、もしその部隊の前進が妨害されなければ、攻撃に移って、南軍を破っていたかもしれないと主張した。それでもウォーレスは部隊を迂回させストーニー・イロンサムに戻った。戻るとすれば、隊列の後衛が、戦闘になるはずだったが、ウォーレスは、 部隊の当初の体型を維持させるために部隊をぐるっと回らせて行軍させるやり方を選んだ。ウォーレス部隊はストーニーロンサムに戻り、続いてピッツバーグランディングに向かい午後6時半から7時の間にグラントがいる場所に到着した。この日の戦闘は事実上終わっていた。グラントは不機嫌であり、ウォーレスの戦闘報告書に対する所見は、 ウォーレスの軍歴をひどく傷つけるだけの否定的なものだった。シャイローの戦い、4月6日、北軍主力の防衛線では、午前9時頃から、プレンティスと WHL ウォーレスの師団が、ホーネッツネストと、あだなされる陣地を構築し守った。そこは、今では、サンクンロードと一般に呼ばれる道路沿いだったが、その名前を正当化する痕跡はほとんど残っていない。南軍は、 単純にその陣地を迂回せずに数時間も攻撃し、この攻撃中に大きな損失をこむった。放熱ツネストの右翼と左翼の北軍は後退を強いられ、プレンティスの陣地は前線の中で突出したようになった。部隊間の連携がお粗末であり、個別の指揮官の決断だけで部隊が後退した。南軍の圧力は、その陣地で一番大きな部隊を指揮していたウォレスが、 致命傷を負ったことで増加した。連隊が解体され、中隊は分解した。しかし、攻撃側が50問以上の大砲集め陣地を囲むようにしてできた砲撃を加えて、やっと7時間失守された。放熱ネ,ネストが落ちた。北軍の残兵にとって大きな陣地が占領されたが、その犠牲によって、グラントには、 ピッツバーグランディングで最後の防衛戦を敷く余裕ができた。放熱ネ,ネストを奪った時に起きた問題の一部は南軍にとって別の痛手があったことだった。ジョンストン将軍が北軍の左翼攻撃を指揮している時の午後2時半頃に致命傷を負った。ジョンストンは自分の足の傷が重傷ではないと考え、その個人的な軍医を他の負傷兵の手当てに行かせたが、 その軍のいない間に、ジョンストンは、出血多量で死んだ。その長靴は出血で溢れていた。実際に、銃弾は、膝下動脈を切断していた。このことは南軍にとって、深刻な損失だった。ジェファーソン・デイビスは、自分の手の内で、アルバート・ジョンストンが最も効果的な将軍だと、考えた。ボーリガードが指揮を引き継いだが、 後方にいるその場所からは、戦線の配置について、ほんのぼんやりとした考えしか持ち得なかったと思われる。ボーリガードは、軍隊の士気を失うことを避けるために、ジョンストンの死を秘密にしておくことにしてその死骸を、包んでおく様に命じ、続いて、放熱メストに対する攻撃を再開させた。これは、戦術的な誤りだったと思われる。 北軍の領域はゆっくりと退いて、ピッツバーグランディングの周りに半円を描くようになっており、もし、ボーリガードが部隊を北軍の側面に集中させておれば、北軍を打ち破ることができ、放熱ネ,ネストの突出部は思いのままだったかもしれない。北軍側面は押されっぱなしだったが、まだ決着がつくところまでは行っていなかった。南軍ハーディとポークの部隊が、 北軍右翼のシャーマンとマクナーランドの部隊をピッツバーグランディングの方向に交代させ、ホーネッツネストの右翼は開いたままになった。ジョンストンの死の直後に南軍予備隊だったブレッキンリッジの軍団が北軍前線の最左翼を攻撃し、戦力に劣るデイビッド・スチュワートの旅団を交代させ、北軍後部とテネシー川への道が開けることになった。しかし、ブレッキンリッジ隊は、 再結集と疲れや混乱からの回復のために停止し、続いて放熱ツネストに向けた構制の方向に進むことを選んだので機会が失われた。放熱ネ,ネストが落ちた後、北軍の残っている部隊は、ピッツバーグランディングの周りにテネシー川から西にさらに、 北の川道に伸びる3マイルの固い前線を確立し、遅れているルーウォーレス師団の到着を期待して、接近路を開けたままにしていた。シャーマンが、前線の右翼を指揮し、マクラーナンドが、中央、左翼は WHL オーレス、ハールバットを呼び、スチュワートの暫兵が、ピッツバーグランディングの上の崖に混み合っていた、何千ものは、グレヘーと混合して守った。 ビューエル軍の一個旅団、ブルネルソン師団のジェイコブ・アメン巡将の旅団が船で到着して間に合い前線の左端に加わった。防御船には50門以上の大砲の管があった。また川には砲艦の大砲があった。南軍ウィザーズ巡将に率いられた二個旅団による最後の攻撃は戦線の突破を試みたが撃退された。ボーリガードは 日没の午後6時以後に2回目の試みを中止させた。南軍の作戦はついえた。南軍は、グラント軍を、川沿いの防御的陣地に押し込んだが、計画した西の沼地へではなかった。4月6日の夜、アメリカ市の中でも、最も流血の多い戦闘の一つの台、一日目には気落ちさせる結末だった。両軍間の戦場で死んでいく兵士の絶望的な、 叫びが夜通し北軍、南軍の宿営地に聞こえた。雷雨がその地域を通り過ぎ、北軍の砲艦からの周期的な砲撃が、両軍ともにその夜を惨めな経験にさせた。グラントの一時的な挫折にもひるまない態度と、攻撃的な姿勢を貫く傾向を要約する、有名な逸話がある。疲れ切った、南軍兵士が放棄された、北軍宿営地で寝についた時、 シャーマンは降り注ぐ雨を避けている木の下で、グラントに出会った。グラントは葉巻を吸いながらその日の損失と翌日の作戦を考えていた。シャーマンが、ところでグラント、今日は悪魔の日だったとは思わないかというと、グラントは見上げて、そうだなと答え、一服した後、そうだ、だが、明日は奴らに目に物見せようと言った。もし明日の朝、敵がやってくれば、 地獄のように引っ張たいてやろう。ネイサン・ベッドフォード・フォレストからパトリック・アール・クレバーンに、ボーリガードは、デービス大統領に、完璧な勝利と伝報を打ち、後に、私は、グラント将軍をまさに望んでいた場所に置いていたので、明日の朝には終わらせることができると考えたことを、認めた。その部下の多くも、北軍の宿営地を取り、何千もの捕虜と、 数トンもの物資を捕獲したことで喜びんでいた。しかし、グラントには、楽観的になる理由があった。ルー・ウォーレス師団と、ドンカルロス・ビューエルの1万5000名の軍隊が、その夜に到着しつつあり、ビューエルの全軍は午前4時までに到着して、翌日の流れを変えるのに間に合った。ボーリガードの夕暮れで、その攻撃を停止させた決断については、 かなりの歴史的な議論を読んだ。ブラックストン・ブラッグとアルバート・ジョンストンの息子、ウィリアム・プレストン・ジョンストン大佐は、いわゆる、シャイローの失われた機会を嘆いた者たちの中にいた。ボーリガードは、北軍前線の強さを見るために前線に出てこないで、シャイロー教会に泊まっていた。ネイサン・ベッドフォード・フォレスト大佐からのビューエル軍が、グラント軍の補強のために川を渡ろうとしているという。 情報も軽視した。ボーリガードは、その決断の言い訳で、部隊は単に疲れており、昼の光は1時間も残っておらず、グラント軍の大砲の優位が手強いものだったとしていた。また、アラバマ州北部にいるベンジャミン・ハーディン・ヘルム順将から、ビューエル軍は、アラバマ州ジケーターに向かっており、ピッツバーグランディングに向けてではないという伝言を受け取っていた。 シャイローの戦い、4月7日4月7日、北軍は2軍が合流して、総勢4万5千名となった。南軍は1日目に大きな損失を受けて、その数は8500名とされたが、落ちこぼれや脱走のために、その指揮官たちの報告では、残り実質2万名に過ぎなかった。ビューエルは戦後その数字に反論し、2万8千名はいたと主張した。 南軍兵は南のプレンティスとシャーマンが宿営地に使っていた場所に引き返し、ポークの軍団はピッツバーグランディングの南西4マイル、4月5日に露営したところまで戻った。戦線は気づかれておらず、いたとしても弾薬の補給はほとんどなかった。兵士たちは食料、水及び最も必要とする夜の休息のための退避書を探す。 必要性で消耗していた。ボーリガードはこの時勢力で負けていることに気づいて、おらず、攻撃を続行して、グラント軍を川に追い落とす作戦を立てた。彼が驚かされたことに、北軍は、夜明けと共に行動を開始し退去して、反撃を始めた。グラントとビューエルは、その攻撃を別々に始めた。共同行動は、師団レベルでのみ起こった。ルーオーレス師団が、 北軍前線の左右翼で午前7時頃に、ティルマンブランチを渡って、最初に戦闘に突入し、プレストンポンド大佐の旅団を追い返した。ウォーレス師団の左翼は、シャーマン師団の生き残りであり、マクラーナンドや WHL オレスの残存兵も、加わった。ビューエル軍のブルネルソン、クリッテンデン及び、マクックの、各師団は左翼についた。 南軍の防御陣はひどく混じり合っており、部隊の結束は旅団を超えては、ほとんどなかった。ポーク少将の師団を、ロエーチから南西に動かして、配置につけるまで2時間以上を要した。午前10時までに、ボーリガードはその前線を安定させ、左翼から、ブラッグ、ポーク、ブレッキンリッジ及び、ハーディの順で並んだ。北軍の左翼は、ネルソンの師団が前進を誘導し、 密接してクリッテンデン及びマクックの核子団が続き、コリンス道路とハンバーグサバンナ道路を下った。激しい戦闘の後でクリッテンデンの子団が朝、遅くまでにホーネッツネスト地域を取り戻したが、クリッテンデンとネルソンはどちらもブレッキンリッジによる決死の反撃で撃退された。北軍の右翼は着実に前進し、ブラッグとポークを南に交代させた。 クリッテンデン及びマクックの各師団がその攻撃を再開しブレッキンリッジは交代を強いられ昼までにボーリガード軍の前線はハンバーグパーディ道路に沿うようになった午後早くボーリガードはシャイロー協会地域から一連の反撃をかけさせコリンス道路の制圧を狙った北軍の右翼はウォーターオークスポンドでのこれら攻撃によって一時的に 交代させられた。クリッテンデンは、タトルの支援を受けて、ハンバーグパーディ道路と東コリンス道路の交差点を占拠し、南軍をプレンティスが使っていた宿営地に追い込んだ。ネルソンは、その攻撃を再開し、午後遅くまでにロカストグラブブランチを見下ろす高台を占領した。ボーリガードの最後の反撃は、側面攻撃を受け、グラントが、 ジェームズ・シービーチ大佐の旅団を前進させた時に撃退された。ボーリガードは主導権を失い、弾薬や食料も突きかけ1万名以上の兵士が戦死し、負傷し、不明になっていることを認識し、もはやこれ以上は進めないと分かった。ブレッキンリッジの5000名を伝軍に使い、教会とシャイローブランチの南の尾根にあった大砲を集中させて、 軍をシャイロー協会の後に退かせた。これらの部隊が午後5時まで北軍をコリンス道路の陣地に止めさせ、その後南軍はコリンスに向けて秩序ある撤退を開始した。疲れ切った北軍は以前のシャーマンやプレンティスの宿営地まで追撃するのがやっとだった。ルーウォーレスの師団はシャイローブランチを越えて前進したが他の部隊の支援がなかったので、 闇が訪れると共に停止し、シャーマンの宿営地に戻った。戦闘は終わった。その後、長い間、グラントとビューエルは、まだ明るさが残っている時間を利用してでも、即座の追撃をかけないと、グラントが決断したことについて口喧化した。グラントは、兵士が疲れきっていることを挙げていたが、南軍も同じように疲れきっていたことも事実だった。 グラントが躊躇したことの一端は、ビューエルと普通ではない指揮の関係を持ったことでもあった。グラントが上級士官であり、事実上両軍を指揮したが、ビューエルは2日間の戦いを通じて独立して、行動することを明確にしていた。4月8日、シャーマンをコリンス道路に沿って、 威力偵察に派遣し、南軍が撤退したかあるいは再結集して攻撃を再開するつもりかを確認させた。グラント軍には偵察行動に最も適し、退却する敵を活発に追撃することに適した大きな組織された騎兵隊がなかった。シャーマンはその手段からニコ旅団とニコ騎兵大隊を選んで前進させ、 ビューエル軍のトマス・ J ・ウッド巡将の師団に遭遇した。ピッツバーグランディングから6マイル南西で、シャーマン隊が開けた平原に出てきて、そこに、南軍の野戦病院を含む広範な宿営地があった。その地は、南軍のフォレスト大佐が指揮する300名の騎兵が守っていた。その平原に近づく道には200ヤード以上にわたって、倒木が置かれていた。 第77オハイオ風評連隊の三兵が接近していったが、倒木を払うために難従した。フォレストは突撃を命じ、三段銃や拳銃を放ち、サーベルを振りかざし、南部騎兵の木の荒い混戦を生み出し、シャーマンを捕獲する寸前まで行った。ジェシー・ヒルデブランド大佐の旅団が大隊を形成し始めると、南軍の騎兵は強力な敵を見て、 交代を始め、部下よりもかなり前に出ていたフォレストは、自分が孤立していると認識する前に、北軍兵からは、数ヤードの距離になっていた。シャーマンの兵士が、奴を殺せ、奴と馬を殺せと叫んだ。一人の北軍兵士がそのマスケット銃で、フォレストの脇に狙いを定めて発砲し、尻の上に当たり、背骨まで通った。フォレストは重傷だったが、 馬の背に止まり続け、逃げおせた。フォレストはその傷も、戦争全体も生き残った。北軍は、約100名を失い、フォレストの突撃で危うく捕獲されるところだった。この出来事は、フォールンティンバーズという名前で記憶されている。シャーマンは、南軍の野戦病院を占領した後、ブレッキンリッジの伝軍のさらに交尾に遭遇して、敵は、 新たな攻撃をかける兆候がないと判断し、宿営地に戻った。この戦闘の直後、北部の新聞は4月6日の戦闘でのグラントの行動を非難した。記者たちの多くは戦場から遠く離れていたが、グラントが酒に酔っており、このことで防御の備えがなかったために、兵士たちがそのテントで銃剣に刺されることになったという誤った情報を広めた。 北軍の勝利にもかかわらず、グラントの評判は北部世論の間で悪化した。多くの者は破壊された北軍を統制し、4月7日の勝利に導いたのはビューエルの功績だとした。グラント解任の要求がホワイトハウスに吹き荒れた。エイブラハムリンカーン大統領はグラントに関する最も有名な発言で答えた。私にはこの男に変えられる者がいない。 彼は戦うシャーマンはその前の憂鬱や戦闘に先立つ防御の過失を償ってあまりある重荷と混乱の中での落ち着きによって即座に英雄として浮上した。しかし今日、グラントは厳しい状況下に保持し得た明晰な判断力と結局は二日目に勝利に導いた大きな戦術的ありさまを認識できる能力によって肯定的に評価されているで、 それでもグラントの経歴は、シャイローの戦いの後で一時的に傷ついた。ヘンリー・ハレックはその軍隊を結集して再編し、グラントは副司令官という権力のない地位につけた。4月下旬と5月に、ハレックが自ら指揮する北軍はゆるりとコリンスに向かい、それを包囲して占領した。一方ミシシッピ川の水陸共同部隊が、 南軍の河川防衛戦隊を破壊し、テネシー州メンフィスを占領した。ハレックは全北軍の総司令官に昇進し、東部へ出発するとともに、グラントが指揮に戻った。グラントは、ミシシッピ川を下って、軍を進めビックスバーグを包囲した。1863年夏のビックスバーグの降伏と、ポートハドソンの陥落の後は、ミシシッピ川が、北軍の支配下になり、 南軍は二つに分断された。ミシシッピ軍の指揮は、ブラックストン・ブラッグに任され、ブラッグは4月6日付で大将に昇進した。1862年の秋に、ブラッグは、ケンタッキー州侵略軍を引き、ペリービルの戦いの後で撤退するという結果になって、失敗した。シャイロー協会、シャイロー国立軍事公演、2006年。 撮影シャイローの2日間の戦いはそれまでのアメリカ史で最も損失の多いものとなり南軍の敗北とジョンストンが描いた北軍の2つの軍隊がテネシー州で合流するのを妨げるという作戦が挫折する結果になった。北軍の損失は13,047名だった。グラント軍は2日間にわたる戦いの矛先となり、グラント軍だけで 戦死1513名、負傷6601名、捕虜、または、不明2830名となった。南軍の損失は1699名だった。両軍の損失合計23746名という、数字は、アメリカ独立戦争、米英戦争及び米北戦争の戦闘に絡む、アメリカ軍の損失合計よりも大きかった。死者には、 南軍の将軍アルバート・ジョンストンが含まれている。北軍の位が高い死者には w h l オレスがいた。両軍ともにこの大きな損失に衝撃を受けた。このような流血さたが、あと3年間続き、さらに大きな損失を出す戦闘が8度も起こるとは、誰も予測できなかった。グラントは、一つの大きな戦いが戦争を終わらせるという予測は、 おそらく実現できないと理解するようになった。戦争は大きな損失を出し資源を使い果たして、南軍が屈服するか、南軍が勝利して合衆国が分裂するか、どちらかまで継続することになる。グラントは戦争の残り期間で役立つことになる備えについて貴重な教訓も学んだ。ありがとうございます。